はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、これは第3のビールですね。喉越しのスペシャルタイム。麦 100%、アルコール度数 5%。原材料が発泡酒、括弧、麦芽とホップと大麦と大麦スピリッツ。ですね。これ新しい喉越しのバージョン変わったタイプか。しかもあれだね。限定醸造じゃないってことを考えると。これはあれかね。通年販売か。まあ、喉越しは俺あんまり好きじゃないんだけど。キリンですね。喉越し。喉越しは俺好きじゃないんだよな。乾杯。なんだこれは。またキリンよくわからんの出してきたな。なんだこれ。なんかおかしいぞ、この。風味がなんかおかしいぞ。なんかおかしい気もするけど、あれ、いや、おかしくないのか、これは。ああ、でも違うね。やっぱ、喉越し生は、その他の醸造酒なんだよ。これ、大豆とか使ってんじゃなかった。喉越し生は大豆を使って、あ、大豆タンパクですね。でもこれは大豆使ってないんですよ。麦芽とホップと大麦と大麦スピリッツだから、喉越し生とはまた別物ですね。なんか喉越し生よか、マシー。なんだけど、なんだろう、この、腑に落ちない味というか。いや、でも、なんか変な味がする。これ気のせいなのかな？なんか変な味がする。なんだろう。何かって言われると、なんだろうって。これまた変わり種ですね、これね。味が。風味が。うん。なんか今までの第3のビールと、なんか、味が違う？で、うまいかって言われると、多分あんまり美味しくはない。うん。
なんか麦茶を飲んだような。麦茶かな？あの、最初口に入れた瞬間に感じる味が、麦茶っぽい。で、その後になんか、後味みたいなのが水道水っぽい。なんか、あの、塩素っぽい味がする。なんだこれは。初めて感じるこの違和感の。まあ、麦茶は麦だからいいんだけどさ。あ、麦のあれなんだなって感じはするんだけど。なんか、水道水飲んだ時のあの違和感っていうか、あのエグさっていうか、まずさっていうのが、後味のあたりで来るんだよね。んで、サイトを見ると、97% の人が買いたいと答えたうまさ。ほえ。ほえーって感じ。いや、俺買いたくないっすね。いや、俺買いたくない。うん。97% の人が買いたいって思う、そんなビールねえよ。買いたいと思ってもお前、どんだけ古代広告なのこれ。嘘つくなよ。お前な、97% の人が買いたいってな、それただのあれだぞ。金がなかった、例えば金がね、1円しかなくて、でも、まあこれ飲みてえから、まあビール飲みてえからこれ買いたいって思った時の、そういう 97% ってことや。うん。1円払って、これ買うか、買わないか。で、買いたいって思ったから、買いたいって思ったんだけなんじゃん。まあ、俺1円払ってもこれ買いたくはないけど。うん。あ、無料で、あげますって、言われたとして、って悩むぐらい。本当に。やっぱね、喉越しは基本的にうまくない。喉越しシリーズは。もうキリンのね、第3のビールってね、最近は当たりがないんだよね。うん。唯一俺が当たりだと思ったのが、キリンの炭切りなんだけど、炭切りもどこにも売ってないのよね。どこ行ったのって。これ通年販売なんだよねって感じ。うますぎてもうあれなんじゃ。もう売ってないんじゃ。もう採算取れなくなったんじゃないこれ。炭切りって。確実に多分もう、どこも見たことないんだけど、炭切りって。ほんと売ってんの？謎ですね。事実上、喉越し生がどこでも売ってるから、それに何なんだろう。まあ、それが売ってるから、もう、ねえ。もうキリン炭切りはもうやめます、みたいな感じです。
第3のビールはね、澄み切りはね、じゃあ澄み切りだね。キリンは本当に撤退した方がいいと思う、これは。うん。ろくなのがない。澄み切り以外は、全部ろくなのないんですけど、ぶっちゃけ、澄み切りももう売ってねえから、もうないようなもんなんですよ。うん。もう却下ですね。第3のビールはやっぱり、朝日、まあ朝日かサントリーだな。やっぱな。第3のビールはやっぱり、うん、でもキリンは、生ビールはうまいんだよな。ほんとに。生ビールはうめえんだけどよ。第3のビールはね、サントリー。サントリーってなんか第3のビールあったっけ？あ、金麦があるか。やっぱ全然あれだね。クオリティがやっぱちゃうね。うん。全然ちゃうね。もう、金麦と、あと、あれ？あ、札幌があったか。札幌ごめん、忘れてた。札幌があるね。金麦と麦とホップかな。うん。どうしても札幌忘れちゃうんだよね。俺の中で、俺の中でちょっと札幌はね結構忘れ去られてる。なんかあったような気すんやけどなーって。なんなんだろうね。札幌は、なんか忘れちゃう。っていうのがある。北、奄美、でもコクもないこともないか。香りはな。2つ押しでいいな。3332です。ご視聴ありがとうございました。